雑草散歩。はあ、すごいタイトル、はい、はい、押してみたいなと、うんうんうん、いうことで今日初回なんですけど、うんうん、まあ、最近ね僕もちょっと運動不足やなっていうのも感じてまして、うん、歩きたいな、お健康志向、おお、OK、なるほど、はい、今日はちょっとどんなものと出会えるのか分かんないですけど、はあ、そうですね、ちょっと暑いですけどもめちゃくちゃまだね、はい、暑いですから、はあ、ちょっと暑さ対策もしながらね、うん、行きますけど、はい、また雑草ってすごい面白いじゃないですか、うん、そうなんです意外とねもう地味やけどもこんなところかちょっと凍ったりとかね、なんかとんでもないところから生えてきたりね、うん、巨大化したりとか、うん、まあそういうのもね、うんうんうん、意外に普段素通りしてることもあるんで、うん、ちょっとその足元を見ながら、うん、歩きながら楽しもうじゃないかと、うん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 、ということでじゃあ早速いきますか、はい、はい、じゃあ本田さんの雑草散歩散歩スタート、スタートウォーキン、はい、ウォーキン、おお、本田さんの雑草散歩ウォーキン、まあ、こんなも雑草かな、こんなも見とく、あれこれは花せえね、これもランタナ、まあ、これランタナ植えたんじゃないね、まあ、建物のそばだけどもこうやってね、なんかポール立ってるから、ね、別にこれ花壇じゃないから、うん、空き地みたいなとこですよね、うん、そうですね、まあ、というかランタン結構ねいろんなところに生えててね、まあ、気化してるんで結構ね道路脇とかにもあることあるけど、ね、結構ね園芸のアイテムとしても可愛い小花でね、うん、そうですね、まあ、綺麗なので植えられることもあります、 こんな大きなるんですね、そうですね、もうちょっと茂っていうこともあるけども、しかもめちゃくちゃ花可愛いじゃないですか、ね、あ、ほんま七変化だけあって、ピンク黄色、色が変わっていく様とこの付き方は可愛いですよね、ね、あと実もついてるんですね、え、実があるんですか、待ってこれ熟す前、はい、前ちょっと緑のブドウみたいな感じ、熟す前ってなんかほら結構テカっててかっこいいですね、そうですね、若い時はそんな色 で熟すと、はい、黒っぽく、ちょっと灰色がかった黒でしょうか、こいつがどんどんこう増えていく、そうですね、それが持っていくのかな、ではどこに入るね、お前はよく見るとだから奥の方にもね、はい、そうですよ、点々とありますね、はい、他の草に紛れて大きい貝目立ちますけどもね、このほんまに溝のね、うん、はい、で刈り取ってもこういうところ端の方はね根っことかも抜かれることもなかなか難しいしね、なるほど、はい、そんなんでずっといるんじゃないですか、こういうのも雑草化してる、はい、そうだってこれすごいよ、ここ分かる、これ橋ほらこれ土ほぼないでしょ、ね、そうですよね、ここ土ないけど、まあもちろんこれ ねセメントの下奥のところにはもちろん土があるので、まあそこから、うん、ね、これも同じように根元も、はい、よいしょ、ほらすごほんのわずかな隙間、わずかすぎません、まあ、とか新しくねまだ道当たりそうだし、うん、放送されてまあないのに、確かにもうそういうところでも隙間のところにこうで生えてきてね、ここなんかもよも、すごいよもぎがすごいね、逆にもうこれはフェンスの植栽デザインかなって思ってしまいますね、いやほんまそんな勢いになってますけどもまあよもぎがしっかりと、うん、生えてますよね、かわいらしいわ、これは白魚、向こうここのここだけですよね、いるのね、ちょっとちゃんとした種類わかんないけど、多分白坂なんかだと思いますけども、軸がちょっと ね赤くて、赤くてちょっとかわいい、ね、水が少なくて今葉っぱをちょっとねギュッと閉じてる感じになってますけども、ね、はい、ギリギリ生きてるって感じですね、そうですね、ちょっとこうやって溝があるので、溝はちょっと水っぽいところだから、こういうところなんかいるかもわかんないよ。ここなのか。確かにこう水があるところね。ね、ちょっと変わったのが、ほらほらほら。あ、これはあの店とかで売ってる白ガヤ釣りかな。ええー。うん。ね、観葉植物としてもね、植えられてるもんですけど、鉢植えとかでねありますけどもね。すごい。ね、これ水辺の。もともとは水辺の植物ですね、日本のもんではないですけども、ね、こういうのがこんなとこ生えてんの、ね、どっかで育てられてるのが種がこぼれたのかな、綺麗ですね、はい、いやほんまに売られてるぐらいですからお店ってあるんじゃないですか、こんな溝に生えてるとか、はい、ね、ほんまに水辺なので
結構ね、やっぱ 家があるところとかは雑草って結構逃げ出したもので多いんでね。あ、なるほどね、うん、ちょっと野生化したりするパターンもいいですね、うん、そうですね。普段足元見ないですからね。そうですね、まあ、こういう目地とか色々に対して、あ、こういうところね、会所なんかこれもこれもびっちり出てますね。日向いのこづちかなっていうか、ここほら道だから人が通ったり車通ったりして引かれてるんで、うん、先をずっとね触られてる、そういう感じなんですよね。これもなんかかっこいいですね。そうですね、これまあ今花とまあミートはありますけども、くっつき虫のやつなんですけどね、これね。そうなんですか。なのでおそらく人がかまあ、動物か分かりませんけども、ね、くっつけてきたもの、それがもう中に落ちて、ね、出てきて、でも伸びようと思っても当たってね、伸びることできずにということで、もう根の株元は見えないですけど。そうですね、奥のところから出て、何株あるのかな、一株、ひょっとして一株かも分かんないこれ、うん、あ、ここはすごい、すごいことなんだ。え、これはもうおそらく閉まってるであろう、うん、昔の店舗前。そうですね、ヒメツルとか、まあ、ポリゴナムとかいう名前で売られているもの、日本の植物ではないですけどね、はいはい、ピンクのあのね、ああ、そうですね、可愛いのつけるっていう、ありますけども、これもよく出て増えてね、まあ、気化してるもんですけども、すごい、もう階段のところから、うん、はい、ずーこの奥、はい、トタンの上まで、はい、覆い尽くすような感じで広がってますね。こうやって侵食していくんです。そうですね、ほんまにこれを茎がよく伸びていってところどころに転がしてね、広がっていきます。結構張っていくもんってやっぱり強いですね。そうですね、守っていけるんでね、うん、ほんまにすごい、まあ、どんどん伸びてる感じ。ここの梨か葉っぱでかく感じる。そうですね、条件いいところよくて、こっちはやっぱちょっと踏まれるからちっちゃいところ。ちょっとありますよ、可愛いのが。そうですね、ちょっとお花があったりの実になってきてるやつかな。可愛い子ちゃいましたよ。可愛いかったね、えこれかわいいかわいい言うて引きサイズ見たらゾッとします。そうです、これまあ増えますから ね、 ね、すごい増えてくる。確かによくなんか駐車場の角とかにね、うん、そうですね、まあ、石垣とかにもくっついたらもうすごい広がっていきますから、ね、この辺はじゃあこの姫鶴そばが、ああ、そうですね、まあ、ちょっとここに、ね、カサカサって弱りがあるからもうここでつゆ草がね、あ、はい、本当やいっぱいちょっといますよね、つゆ草もすごい。そうですね、ここはね、葉っぱ綺麗ね、はい、梅雨草もよくね増えるし、結構乾燥耐えるしね、これちぎって置いとってもなかなか枯れないから強いんですね。そうなんですよ、これ結構駆除大変ですよね。雑草はやっぱり基本的に強さはある程度、そうですね、やっぱり人の手に、ねね、入ってもなかなか耐えないっていうのがね、すごい、やっぱり人がいなくなったこういう家の周りって、はい、うん、やっぱり雑草がちゃんと勢力を伸ばしてくるんです。手入れなくなると、これ農前カズラですかね、これも農前カズラが、はい、これはもうあの土なくてもね、ずっと根っこが、はい、くっついていくし、これ剥がし、昔剥がしたあとですね、これ根っこついた後、本当や、はい、昔取れた時一回剥がしてるんですよね、跡が残ってますよね。うわ、ね、すごい、これでちゃんとね、はい、キャッチしてますか。そう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 、これくっついてるんだよ、これ。ほら。うわ、ほんまや、すごい。これはなんかいろいろ。そうですね、元々植わってたのが入り乱れてますね。ね、シュロがよく茂ってますけど、ジュランパもあったり、サルスベリが咲いたり。これは？ね、サルスベリですよね。サルスベリがこんな感じ。ね、一回ね短く切って下から出てきたのかな。出てきてますし。デュランタもよく咲いて、まあ、これもよく、これもね、うん、園芸でもよくね使いますけど、すね、こんな感じで育つんや。ほったらかすとほんまに大きく育ってきますから、うん、めちゃくちゃでかい、ね、どん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 花は綺麗ですけどね、
こんだけ広がるんです、ね、はい、そうですよ、隙を見てどん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 広がっていきますから、見上げてもこれどうなってるんですかね、まあ城があって城のところ周りにね、能前かずらすごいもう上がってるし、ね、この黄色いのなんですか、うん、これね、城で城の 花があって実も今ちょっと丸いのついたら分かりますかね、あ、本当や本当や、はい、まあ、実は鳥がまた運んでいきますんでね、みんなで綺麗な街づくりって皮肉な感じしますけどね、でも他は綺麗でしたからね、すごいな、やっぱり植物のこの勢いは、はい、ほんまに手を入れなかったらねありますんで、でも元気もらえますね、はあ、キラキラ綺麗ですよ、畑ですよね、あと畑、これはやめかな、植えてあるところがありますけど、すごいね、このエノコログサですか、そうですね、あとこれすごいな、でもこう飛び出してんのも可愛いですね、ああフェンスからね、えこれどんどん種をこぼすよ、わ、なんすかこの伸びてるやつ、これはヒメリムカシオモギでいいかな、これも気化植物ですよね、もうわたわたなってこう種どんどん飛びますんで、はい、触ると種のほらうわほらほらほら、まあ、まだ散らしてしもたって感じでね、飛びますからね、うわすごい、はいはいはい、これもすごい繁殖しますね、みたいな、遠くに行きますからね、末裔伸ばして種を飛ばす気満々で、やっぱりこう家が建ってない空き地となるともうこんなに生えるんですね、うん、そうですね、やっぱ土がしっかりとありますからね、で日当たりいいし、うん、なんやろ、ちょっと美しいですね、あ、そうですか、確かに、そうやね、なんか金色というか、そうですね、そんな感じになって、特にもう秋っぽくなってきてますから、秋の始まりを感じますよね、黄金色ですよこれ、かなりでもこれは痩せそうですね、あ、これそうです、汗結構かいてますから、そうですね、こんだけ気温高くて照り返しもあるし、ね、でもこんな過酷なとこ植物生きてるからね、植物も夏はほんまハードですね、いや、ほんまに特にね、年々暑くなってる感じするし、これは水の流れあるけど、ああでもちょうど口に、はい、ね、赤目頭はこれ木ですよね、木なんや、はい、木ですね、多分大きなったら切ってるんやと思います、要は切り口見えへんかな、すごっ、この太さが、はい、あの隙間から、そうですね、だから他のも葉っぱで見えないけど結構太いのが隠れてるんじゃないですか、1センチぐらいじゃないですか隙間が、でもなかなか背丈を伸ばすことなく、ね、向こうにちょっとはみ出たのがようやくちょっと伸びてますけども、あ、こう同じやつ、そうですね、もっとでかくなりますよ、見上げるぐらい大きくなる木ですけどもね、この縁に生えてるやつが伸びてくると、はいはい、ああなってこうなって、まだまだ伸びる、やっと花をちょっとついてますけど ね、はい、もっともっと伸びる、すごい、駐車場、あれ勝手に生えた柳葉ルイラソウ、おお、これも今気化してるやつですよね、植えられてるお花ちょっと向こう見えますかね、綺麗なお花咲くんですけど、これも全部隙間に入ってますね、ずっと、まあ、これ地下系ね、ずっと這いずり回っても増えるし種でも増えるし、ね、もちろん園芸目的で植えられたものがこうやって逃げ出してね、花は本当になんか気境みたいなね、うん、まあ、綺麗なお花ですよね、藤色の紫の綺麗な、うんうん、実が熟したら種自分で弾けて種飛ばすんでね、パチンと音鳴って結構ね遠くへ飛ばし、すごいですよ、この隙間もめっちゃでっかい木が生えてるし、そうですね、秋にでそれ切った切ってるんですよね、今これは切ってますけど、うん、でもまた出てきて、すごいだいぶ太いですか、どうなってるんかいうぐらい見事ですよ、ね、まあ、特に秋にでは羽がついた種なので風で飛んできて隙間とかに、ね、吹き溜まって芽が出てね、運よくちょっと下の方のところまでね根っこを下ろすことができたら太って、まあでもねこういうところは中心でやっぱ邪魔だからこれで切られて切ってますよね、全部ね、ね、これでもうこれなんか切られて枯れてますけども、うんうん、切ってるけどやっぱりこんだけやっぱり 2,3 センチ隙間あったらもう自由ですね、そうですね、それはもう生えたい方だ、 2,3 センチはもうかなり大きい隙間ちゃいますか、うん、結構足がガクガクしてきましたよ、女さんそうですか、それ熱中症じゃないく、いや歩きすぎでしょそう、そうか、あ、さっき桜に入った秋に入れだ、秋に入れ、まあこれはもう本領発揮しませんが、おお、これすごいよ、ほらこれどうなになってるかなっていう感じするね、これ、あ、これ秋に入れ、この根っこ
道のこっちですよね、サーフェンスのこっち、アスファルトの下に、ああ、そうですね、潜ってるんですよ、こっち膨らんでるから、ここに多分今あの、ね、本田さんいてるところがボコッと膨らんでるのが、はい、根がもう回ってるってことですね、うん、そういうことでしょうね、下に行けなくて入ってて、でこいつの、はい、枝がまあ向こうにこフェンスの向こうにとってそのまま太ってる、でこの大きくなってる、まあ、これまだ本領発揮できてない大きさですけども、もっと大きくはなりますけども、それでも僕の背丈これが大きくなってて、すごい、これはこれやばい、飲み込んでますもんね、これ、これどうなったらこうなったんですか、ねえ、ほんまに枝がどっか細いのが1本そこが2本3本4本通ったんですかね、膨らんできて、そうですね、そのまま飲み込んでる感じですよね、はい、これ見たら分かりますかね、これ、はい、破るわけではなくてそのまま飲み込んでる、飲み込む、はあ、怖、うん、ねえ、表現怖、いやいやいや、ほんまそんな感じですよね、はい、体内にそのまま取り込んでる感じですよね、でもこういうのは植物界ではよくあることですね、そうですね、はい、よくあることでね、うん、でもそのままで、うん、でもすごい不思議な感じですよね、でもね、人間では考えられない、そうですね、はい、うん、これたくましさがちょっと分かりますよね、またいた、ランタナ、あ、ランタナがまたありました、やっぱりここに戻ってくるんで、なんだかんだどこにでもいますね、そうですね、ここなんか結構家からはだいぶ離れてますから、ほんま鳥が運んできたんでしょうかね、でもやっぱり見れば見るほど ランタナ可愛いですね、あ、まあお花はそうですね、可愛いけども、めちゃくちゃ可愛い、でもほんまにちょっとね最近増えすぎなんじゃないかっていうぐらいいろんなところで見かけますんでね、うん、ちょっと要注意という感じの植物ですかね、いや本田さん雑草散歩、はい、うん、スタート1時間前スタートした時にランタナから始まりました、はい、おお、あ、そうか、ここで終わっていいんじゃないですか、あ、疲れたもうね限界です、あ、そうか、もう水分とはほんまでどうせ汗びっしょり、足ガクガク、喉からから、うん、はい、3拍子揃いました、あ、それはもう危ない、ありがとうございましたいい運動だったということで、はい、またね、うん、ちょっとあの秋入って気温下がってきてからね、うん、快適な気候で一回雑草散歩2やりたいですね、ああ、なるほど、そうだね、ちょっとしんどかったかな、はい、今日も40度近いです、うん、多分そうですね、まあ、植物も、ね、はい、結構弱ってたしね、はい、うん、はいはい、ということで、うん、ちょっとお試し版雑草散歩シリーズいかがでしたでしょうか、どうかなどうかな、はい、またいろんな町でね、うん、全く違う生え方とか、うん、今回はちょっと綺麗でしたけど、うん、もっとなんか雑草がはびこってる場所とかね、いろいろあると思うんで、うん、まあその辺巡れたらなと、うん、はい、はい、ということで、じゃあまた次回、うん、あ、おお、次回ね、次回ね、はい、まあちょっと次回ということで、はい、はい、雑草散歩でお会いいたしましょう、本田さんありがとうございました。